こんにちは、仙人です。今日はね、ワイルドのオオクワガタの在庫感していきますね。これはね、以前仕込んだ時の、画像なんですけどね。この個体、63ミリと37ミリ、ナンバーワンとして仕込みました。次にね、ナンバーツー、これ40ミリ。40ミリと63ミリのオスですね。同じくオスですね。同じオスなんですけどね。仕込みました。ナンバーワンとナンバーツーですね。これを、この個体を5月の15日に仕込んで、今日22日、材の交換をさせていただこうと思っています。これですね。こんな感じで仕込みました。この次にナンバー2の 40mm と 63mm をペアリングにするところです。これは5月の7日です。5月の7日じゃなしに、これは5月の15日ですね。はい、今日22日、もう日付は変えてきましたけどね。変えますね、材をね。中身はね、もう一緒です。ナンバー2はね、遅れて仕込んでるんですけどね、この際一緒にね、もう材は交換させていただこうと思っております。見てください。なんとなく産んでるような感じがしますね。次に変える材なんですけどね、ちょっと芯が多くてね、これね、こんな感じですわ。いい音してるね。まあ、この中から、ちょっと鈍い音のやつを、使っていきますね。別にね、芯が入ってても全然問題ないんでね。こんな感じですね。この4本、使いますね。変えていきましょう。なんか産んでそうですね。去年と全然違いますね。去年はね、持ちバラをね、取ろうかと思ってね、仕込んだんですけどね、結局何も取れませんでした。で、今年はね、その、ワイルド、京都で取れたもん同士をかけて、このようにセットをしてみました。ね、穴ぼこたくさん売ってますね。産んでありますね。これは取れてるでしょう。たくさん取れたらいいんですけどね。まあ2メスなんでね、結構数は取れると思うんですけどね。まあ取れた幼虫をね、これ皆さんまた譲渡しますんでね、一緒に仕込んでいきましょう。どのぐらいの大きな個体ができるのかね。競い合いましょうよ。ね。取れたらですよ。一頭もいなかったりして、最悪ですよね。そうなったらね。ほれ。ほれ。産卵痕はなんとなくあるような気がしますね。ちょっと片手なんでね、じっくり見られないんですけどね。雰囲気的に産んでると思いますね。まあ、産んでてもね、孵化ってくれないとダメなんでね、幼虫にね。材を変えていきますね。またこの材もね、この材にもね、産んでもらわないとダメなんでね。で、この容器からね、取り出した材ね。これはね、約1ヶ月ほど保管しておいて、それから割り出していきます。その時はね、比較的ね、割っていくと幼虫の食べた跡とかが残っていると思うんでね、割り出しやすいと思うんですよね。これ、ナンバーワンのこれ。
メスが見当たらんな。もしかしてこれ中に入ってるんちゃうかな。この中ね、見にくいな。入って、あ、入ってるね、これ。なんかちょっと暗くて見にくいんですけど、入ってるような雰囲気しましたね。ここにはいないし。入ってないね。こっちには入ってないもんね。ちょっと。メスがいるかいないか見とかないと。諦めないでだ。やっぱさっきの材に入ってるね。ね。まあ一応いつでもメスを入れられるようにセットだけ変えておきましょうかね。これでいいのかな。これ。困った。いや待てよ。入ってる材をこのセットこの中に入れといた方がいいん違うかな。この材ね。この材をセットの中に入れといた方が、後でね、出てきた時点で、まあ様子を見ないとダメなんですけどね。様子を見て出てきた時点で、新しい材と変えたら終わりなんでね。こっち側に出てくるのを待つがためにこっちのケースに入れておくとどうなんだろう。やっぱり戻そうかな。どうなんやろな。こんな感じでいいのかな。戻した方がいいような感じもするんやけどね。いやー戻そう。セットの中にこの材を入れといたらいいんですね。この感じです。これです。で、これで、この中から成虫が出てきたのを見計らって、この材を入れ替えると。ね。これで OK ですわ。産んでるね。たくさん産卵根はあるように見えますね。楽しみですね、これね。たくさんの方にね、譲渡できるよね。産んでくれたらいいんですけど。この子の子孫はどうなるのか。63ミリのオスです。譲渡さんワイルドですね。楽しみです。本日の動画は材交換の動画でした。次回はこの材の割り出し動画になりますね。またご視聴よろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。